ジオ関西交通情報。7時27分になりました。ラジオ関西交通情報、 JA 共済連兵庫の提供でお送りします。ジャティックの滝田さん、お願いします。はい、お伝えします。山陽道が事故のため一部通行止めになっています。山陽道は二輪車の事故のため上り線の山陽姫路西インターと山陽姫路東インターの間は通行止めになっています。ご注意ください。姫路バイパスなどの状況です。姫路バイパスと加古川バイパスの神戸方面に向かう東行きは中寺付近を先頭に大師辰野バイパス、大師上大田を越えて8キロ、加古川を先頭に高砂西まで8キロの渋滞です。加古川バイパスの岡山方面に向かう西行きは加古川西を先頭に加古川東を越えて8キロ、中寺で3キロの渋滞です。第二神明道路の東行きは伊川谷を先頭に大久保まで8キロ渋滞しています。阪神高速道路の状況です。3号神戸線の環状線方面に向かう東行きは柳原で5キロ、真谷で3キロの渋滞、反対の西行きは生田川を先頭に芦山で10キロの渋滞です。5号湾岸線の西行きは住吉浜出口で2キロ渋滞しています。次は7時46分頃お伝えします。以上、ジャティックでした。朝8時から10時は夕暮れ時とともに交通事故の多い時間帯です。シートベルトを着用し、歩行者に注意を払って、今日も一日安全運転でお出かけください。 JA 共済兵庫からのお願いでした。皆様に食を届ける農家の暮らしを支えるために JA 共済は生まれました。そして今でも助け合いという理念のもと、地域の皆様の暮らしを支え続けています。暮らしにもっと安心を。私たちは JA 共済です。 JA 共済。ラジオ関西交通情報、 JA 共済連兵庫の提供でお送りしました。